19日に放送された日本放送ショーアップナイター広島巨人で解説を務めた山本正氏が巨人小林誠二捕手について言及した。2回に小林捕手が二塁盗塁を試みた広島、小園海斗の盗塁を指すと、山本氏は今の小林捕手さすがだなどと絶賛。また山本氏は捕手小林について小林捕手が出ていると安心感があるんですよ。僕らピッチャーサイドからの目なんですけど、リードがすごく理にかなっている。僕はルーキーの頃から小林捕手を評価しているんです。気分よく投げさせてくれるキャッチャーですから、チームに必要な戦力、チームが強い時にリードがすごく